隠れ念仏は、権力から禁止された浄土真宗の信仰を、権力の目から逃れて信仰すること、あるいは、それを行う者や集団を指す。田島隠れ念仏道南九州の旧薩摩藩や旧人吉藩では、300年にわたり浄土真宗が弾圧されたため、これらの信仰形態の名残が見られる。また、神道と集合して、 かやかべ教のような秘密宗教も派生したが、基本的には、本願寺教団に属し、浄土新宗の主流の教えを守る者を言う。東北の隠し念仏は別物と考えられる。浄土新宗近世に乗り出したのは、人吉藩の方が早く、工事元年に遡る。この年、相良春弘は、文国法、相良氏八都に一向胸の禁止を追加した。 その要因は、未だ明確ではないものの、人吉氏によると、大英6年7月に、正木委員を治めていた北原氏の人吉城の攻めに、原因があるのではないかとしている。北原氏はこの年、相原氏の内向に乗じて、人吉城に攻め入ったのであるが、その際に、一向総伝道の根拠地である、生明寺と関係しており、近霊に至った要因に、それがあるのではないかと記述している。 北原氏が一行宗と関係していたとする資料として、飯野郷土氏の記述であるが、北原所流にして飯野座との領主であった北原兼高は、一行宗とならねば撃ち殺すとして領民に入信を、強要したとしている。慶長2年に島津義弘が発した二十家条の置き踏みによって、薩摩藩全領内で一行宗が禁制となったが、それ以前の16世紀中頃には、 島津家領内で弾圧が始まっている。加賀一向一揆や石山合戦の実情が伝えられ、一向僧が大名によって恐れられたことや、島津忠義などの呪物に厚い武将にとって、中をか論じ最大肉食する一向僧が獣、対象となっていたことなどが原因と考えられる。また、島津家による公式の禁止令は、慶長2年の4年後にあたる慶長6年に出されている。 これは、慶長四年日向国において、将来の乱が勃発、この死亡者である、伊住院忠真の父、忠宗が熱心な一行衆徒という説があり、乱後に改めて正式に、一行僧が禁止されたのはこのことが、大いに影響しているものという説がある。以後、両藩においては、約三百年にわたり、禁制が続けられた。薩摩藩では、一般的な寺受け制度を取らず、 そうを含めて、班内すべての人民に、就問主冊という自分の就問を証明する冊を配布し、就問方と呼ばれる役人によって、就問を管理していた。一行旨の取締りは、毎年行われる、就問改めと、数年ごとに行われる、就問主冊改めがあり、通常は合詞によって実施された。また、5人組による、相互監視も、 収門が改めに含まれ、組内から一行収門とが発覚すると連帯責任を取らされた。時には大規模な摘発が行われる場合もあった。特に、天保6年から行われた摘発では、約14万人が処分の対象となり、天保の大弾圧と呼ばれている。相良村、柳瀬の豊島仏像仏具焼却地人吉藩では、新州信者の家から仏像、 仏具を撤収し、それを焼却して処分した。熊本県熊群相良村柳瀬にはそうした仏像仏具を焼却した旧跡が残されている。薩摩藩では石炊きという拷問が行われた。三角の割り木を並べた上に容疑者を正座させ、幅 30cm、長さ 1m、厚さ 10cm よ、重さにして 30kg の平たい石を、 膝の上に一枚ずつ重ね、体を前後に揺さぶる。石が五枚ぐらいになると、足の骨は砕け絶命することもあったという。この拷問は、一行胸のぶとの他には、キリシタンと衆殺しのみに適用されたものである。また滝壺に信者を投げ込み、浮き上がってくると竹竿でつついて、沈め最後には溺死させるような刑罰も行われた。熊本県人吉市、河原屋町には、 夜内山の首塚が残っている。浄土真宗の孔のまとめ役だった伝助という人物の首塚と伝えられる。伝助は地元から京都の本願寺に志納金を納めに行く途中、裏切りに愛捕らえられ、内首獄門に処せられた。伝助の愛弟子であった秋山和七郎がその首を盗み出し、自分の辞書に埋葬したのがこの首塚であると伝えられる。 薩摩では明治元年、廃仏希釈が行われる。それは、徹底的なもので寺という寺が破壊され、神社に変えられた。その結果、新州以外の仏教各派も著しく、勢力を後退させた。明治九年には、新州近世が解かれるが、西南戦争が始まったため事実上の解禁は、その後になった。旧人吉藩の実情も同様であった。 実質的な新州会禁を仏教空白地域とでも言うべき状態となった旧薩摩藩地域において浄土新州本願寺派は猛烈な不況を行い、結果、鹿児島県は維新米とは一変し、かえって浄土新州一式になった。しかし、解禁後も新しくできた元山主導の寺と隠れ念仏のネットワークの間には様々な圧力があったという。浄土新州は、 連御以来、公と呼ばれる、組織のネットワークを持っていた。300年間、隠れ念仏の信仰が地下で続けられた背景には、この公の組織があった。公は、万役というリーダーを中心に、身分の区別なく組織され、取り次ぎ役を通じて、本山の本願寺とつながっていた。薩摩部屋が残される、水俣市の玄孔寺浄土新宗門とは、このような孔の組織を背景に、 山中のホラー穴などで法座と言われる集会を開いた。このようなホラー穴は戦後になって隠れ念仏道と呼ばれるようになった。また抜け参りといって、反境を越えて信仰の許されている藩の新州寺院に参詣することも行われた。熊本県水俣市にある城土新州本願寺派、玄光寺には薩摩部屋というものが残されている。これは、 薩摩から密出国した一行修門徒が世間の目に触れないように身を隠した場所なのであるという。隠れキリシタンがマリア観音などの信仰の偽装を行ったことは知られているが、隠れ念仏も様々な偽装を施して信仰を守った。浄土真宗の信仰の証拠となる阿弥陀如来立像や親鸞聖人の御影、六字明号などは隠して守らなくてはならなかった。 その偽装には、傘の形の切り材の容器に、親鸞の見陰の掛け軸を収めた、傘靴やまな板に似せた蓋付きの薄い木箱に、本尊の掛け軸を収めたまな板靴などがあった。川辺地方では、見陰は、タンスで扉を開くと、金色散々とした隠し仏壇が作られた。鹿児島では、洞窟のことをガマと言い、今でも川辺仏壇のガマ型にはその、隠し仏壇の要素が、 色濃く残っていると言われる。またいわゆるかやかべ教のように、弾圧の中で、本願寺とのつながりを断ち、神道や主剣道と集合して、独自の道を歩む門徒もいた。南九州の一行集門徒は、北陸の門徒のように、一揆という形での抵抗は行わなかった。その代わり、土地を捨てて、集団で逃げる、挑戦あるいは、欠落ということが行われた。 挑戦は各地で単に生活苦から逃れるためにも行われたが、薩摩では念仏信仰を守るために念仏信仰が許されている隣接諸藩に逃亡する目的であった。完成10年には2800人の男女が薩摩藩領から隣の帯藩領に逃げ込むという事態が生じた。これには実は労働力不足に悩んでいた帯藩が密かに関係していたと言われている。 帯びでは、欠落奉行、朝三奉行と呼ばれる、奉行職を設けて、逃亡農民に対応したという。浄土新州は、一行僧と呼ばれるも、薩摩藩によって禁止令が出された江戸時代には、弾圧され続け、後に徹底した廃物希釈も行われた薩摩藩では、長いこと密かに隠れ念仏が続いていたこともあり、鹿児島県では昭和に入ってからも隠れ念仏を、 続けていた地域もあった。鹿児島県生まれで、京セラの名誉会長でもある稲森和夫は、4歳か5歳だった昭和12年頃に自身が体験した隠れ念仏の信仰について語っており、弾圧からの逃避ではなく、これを守り続けてきた信者同士を結びつけるつながりを確認し、宗教心を強固にするため引き継がれていた。 信仰の厚い人たちによって密かに守り続けられた宗教的習慣で、私が幼い頃には、まだその習わしが残っていたものと思われると語っている。西本願寺もあったにもかかわらず、その頃はまだ隠れ念仏が色濃く残る地域だった小山田には、稲森の父方にあたる祖母が住んでおり、そこで伝統として行われていた子供たちに、 ふっつの南無阿弥陀仏という感謝の念を教えるための通過儀礼に参加するため、幼い名森は父に連れられ日没後、静かにしておれ、声を出したらいかんと言われ無言で、暗い賛同を神秘的で恐ろしいような思いをしながら、提灯の明かりを頼りに、父親の後を必死でついていき、他にも隠れ念仏の信者である何組かの親子が、親が、この手を引き上っていく中、 村外れにある登った先の小さな山小屋のような一軒家に連れて行かれる。そこは中に入ると小さなろうそくが数本ともっているだけで家はひどく暗く奥まった押し入れの中に立派な仏壇が置かれておりその前で今朝起きた僧侶らしき老人が数と座って静かに低い声でお経をあげていた。 子供たちはその後ろに正座させられ、お経が終わると、全部で四五人いた子供は、並ばされ、一人ずつ仏壇に線香をあげて、拝むよう指示される。僧侶らしき老人は一人ずつ、短い言葉をかけ、稲森の父には、ああ、この子はもう連れてこなくていいですよ。今日のお参りで済んだから、明日から、朝と晩、仏壇に向かって、何万だ、何万だ。 ありがとうと必ずとない仏さんに感謝しなさい。生きている間それさえすれば、フッツさんが守ってくれるからと次一回でお墨付きを与え、幼い稲森には、それが免許改伝と認められたような何かの試験に合格したような気がして、誇らしくも嬉しく感じたが、中には、この子はまた来週も連れてきてくださいと言われた子供もいたという。ありがとうございます。